だから銀行の優等にやってると、かえって借金が増えて、返済額が増えて、財務体質が悪くなるんです。短期借入金で調査したらどうでしょうか長期借入金を返済を短期で買う。確かに借入金は変わりません。しかし、返済額は今後どんどん増えていくわけです。また、長期借入金を支払い手形を振り出すことによってお金が足りないから、支払い手形を振り出して返すとします。でも、銀行はお金を返せないときには、 いわゆるリスケって言ってマッタがあるんです。ところが会社っていうのは借金が多くて潰れるんじゃないです。返済額が多くて潰れるわけです。お金がなくなって。で、そのなくなる一番ね、原因で銀行取引停止になるのは支払い手形です。だから、借金はいくらあっても倒産しないけど、支払い手形が多くなると会社は倒産します。長期借り利金の返済を、支払い手形を振り出してね、伸ばしたり、 手形で返済しようとすると、会社は倒産に向かってどんどん近づいていくようなもんなんです。もう一つ、じゃあ、お金がね、長期金利金の返済ができないから、支払いを伸ばそうということで買いかけ金を増やしたり、社員の給料を払えない。だから、社員の給料を伸べ払いにして、来月に払うとか。要するに、 負債のか,かこの長期借り入れ金っていう負債の項目を利益を含めて右側で調達しようとすると無駄が多いし、かえって資金が足りなくなったり、かえって財務体質が悪くなるんです。まず経営者の方は借り入れ金の返済っていうことを考えたときに、右側で返すんじゃなくて、右側で返すとかえって財務体質が悪くなるし、かえって倒産しやすくなりますよっていうことを理解していただきたいんです。 仮歴の方を検査するのは、あくまでも左側なんです。左側で返せば税金かかりません。例えば受け取り手型の回収期間を短くする。そうすると、で、その分だけ資金が早く入りますから、売りかけ金もそうです。棚押しさんも少なくすれば、棚押しさんが少なくなった分、預金が増えるか、仮歴を少なくすることができます。 ゴルフ会見なんか持ってる会社は少なくなりましたけど、そういうのは売却損を出してても、あの、処分すると、処分した金額だけ借金返せるし、売却損が出れば、その分だけ節税にもなります。固定資産またしっかりです。だから、バランスシートの左側をしっかり見ることなんです。その左側を返すことによって、右側を返す。そうすることは税金もかかんないし、かえって節税にもなる。で、財務体質が改善される。 または、総資産が圧縮されるんで、その分だけ自己資本比率をはじめ、あらゆる比率が良くなるということなんです。もう一度、キャッシュフローのところでこうね、復習しますと、会社っていうのは必ず、で、ここで言う営業キャッシュフローをいかにプラスにするか。そして、フリーキャッシュフローをプラスにして、フリーキャッシュフローの中で、長期借入金の返済をしていくんですよ。その結果としてお金が残る。それが理想のキャッシュフローなんですよ、ということなんです。 常に経営者は、ただ売り上げを上げて儲かるっていうことじゃなくて、儲かりながらお金を残す。そういう経営を心がけていただきたいんです。そして、儲かっているのにお金がね、なくなる原因はどこにあるかっていうのは、この小田と式のキャッシュフロー計算書を毎月毎月峠して累計で作っていけば、どこにお金が吸い込まれていくのがわかるから、それに対して対策を打てます。 例えば、売上債再建が増えていけば、この販売仕入れ活動が大きくマイナスになった。儲かっててもお金がここに吸い込まれているのがわかるわけです。または、固定産に高級車買ったり、五六貫券買ったりすると、ここでお金がなくなる。その結果として、借入金の返済原資がなくなること。または、フリーキャッシュローがプラスでも、長期借入金の返済額が多すぎたら、 それによってすべてお金はあっという間になくなってまた借りなければお金が回らなくなると。そういうことがはっきりするわけです。キャッシュロー計算書とこのバランスシートをセットで読めるようにしないと会社の財務が中途半端な知識のままで失敗するケースがあります。バランスシートが読めるようになると、いかに自己資本比率を上げなくちゃいけないか、または現預金を多く持たなくちゃいけないか。 そのためには、バランシートの左側のお金の使い方、右側の資金の調達の仕方、そういうことを経営者の方がしっかり理解すれば、無駄のない経営ができて、そんなに利益を出さなくても、今ある仮利益は返せるわけです。くれぐれも最初にタイトルにあるように、仮利益の返済原資は、税引きを利益プラス減価償却だと思わないでください。そうすると、どんどん繰り返しますけど、減価償却を多くする。借金がまだ増えます。 また税引きを利益を増やそうとすると。当然、税引き前利益を増えるから税金も増える。当然、売上も増える、売掛金も増える、受け取り手型も増える、楽しさも増える。こうやってどん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 お金がなくなって借金が増えるんです。だから銀行の言う通りにやってると、かえって借金が増えて、返済額が増えて、財務体質が悪くなるんです。だから経営者はしっかり財務を勉強して、いかにして借金を減らしていくか。または返済額を減らしていくか。 そうしてキャッシュを潤沢に持つ。そういう経営を心がけていただきたいんです。銀行の言うとおりにやってたら財務体質は良くなりません。やはり経営者がしっかり財務を勉強して、自己資本比率がね、15%なら30%、30%なら50%、やがて60%。借入金より預金の方が多くして、実質無借金にして、そしてゆくゆくは本当の無借金にする。そういう未来像を描きながら経営をしていただきたいと思います。以上です。